サヤノシュシェンスカヤダムは、ロシアシベリア連邦管区、ハカス共和国サヤノゴルスク、エニセイ川、水系エニセイ川に建設されたダム。高さ242メートルの重力式、アーチダムで、この形式のダムとしては、世界一の高さを持つ。サヤノシュシェンスカヤ水力発電所に送水し、最大640万キロワットの電力を発生する。ダムこの名は、 鞘の主旋スコエコという。ダムは、左岸から右岸まで1066メートルの長さがあり、そのうち洪水波棄で189.6メートルを、発電所で331.8メートルを占める。発電所内には10台の水車発電機が設置されており、ダムによって194メートルの落差を得て、合計最大640万キロワットの電力を発生することができる。 同発電所は2007年現在、ロシア最大の水力発電所である。年間発生電力量は平均235億キロワット時で、最大の実績は2006年に達成した268億キロワット時である。ただし、発生した電力量のうち16億から20億キロワット時は、送電損失となり、またダムに蓄えた水の一部は、 水車発電機を経由せずに放流されてしまう。発生した電力の使い道として、その最たるものはアルミニウムの電解精錬である。2009年8月17日に発電所の施設が損壊、死者74名とも言われる事故が発生。老朽化した送水管が破裂して、大量の水が機械室に流れ込んだものとされている。現在、 発電所は、ロシア各地の水力発電所を経営する、ルスハイドロ社の管理下にあり、同社の発電能力の25%を占めるため、原因究明が進められるとともに同年中には、施設更新に伴う施設増強が打ち出されるなど、復旧に向けた動きが進んでいる。ありがとうございます。